はいどうもスナッチです。今日はこれからちょっとね、美味しいとんかつ屋に行こうかなと思って、家の近く、まあ近くじゃないんだけど美味しいとんかつがあるってことでね、そこちょっと行ったことがないんで、まあ行ってみようかなと思って、その後には、まあ、先日元ブログやった時に軽くお話したんですけど、もう時期が冷たくなってきたんでね、今もねこのね春秋用の手袋してるんですけど、これがね穴が開いててね冷たいんですけど、これ以外にね冬用のをね使おうとするとすぐゴワゴワしててね、あんまりね嫌だなと思って、まあもうこっからの時期はどんどん冷たくなるんで、一応ねグリップヒーターついてるんだけど、まあ下の方はあったかくなるんだけど、いかんせん上の方がね冷たいまんまなんでね、それをまあどうにかしようかなっていうことで、電熱グローブか、あれもね一応安っちいのがあるんだけど、すごいねなんかやりづらいんでね、ハンドルカバーをそろそろしようかなと思って、前回ちょうど1年前ぐらいに動画上げたんですけど、それがね今バカ売れしてると思うんですよ。これがバカ売れ中のハンドルカバー。ハンドルカバーの中で多分一番ね、まあ、ちょっと質がいい分ちょっと高いんですけど、5000円ぐらいなんですけど、ハンドルカバーの中で一番いいんじゃないですかね。それをちょっとね再度紹介しようかなと思います。ほんとねいいんで、で SS、まあ、ツアラとかそういうのはハンドルカバーつけると見栄えがすごい悪くなるんだけど、冬ってもうそう言ってられなくてすごい手が冷たくなるんだけど、そのハンドルカバーすることによってもうすごいねあったかいままっていうかね、全然冷たくならないんでね、すごいいいですよ。紹介する前にちょっと行くとこがあって忘れてたんですけど、とんかつ屋ですよ。とんかつ屋と行こうとしてる目的地の途中にとんかつ屋があるんでね、そこになんだっけな、かつ屋じゃねえや、なんだっけ忘れちゃったな、かつ屋はいやあれで、かま屋だ、浜屋っていうところがねすごい美味しいらしいんですけど、いや混んでますね、この時間でも混んでるんだ。ここに止めればいいのかな、ここ浜屋ってとこで結構なんか美味しいらしいんで、ちょっと行ってみたいと思います。ミックスフライ定食とヒレカツ定食、どっちにしようかな。一番上にあるってことは一番人気なのかな。うおぉ、量が多いな。うわ、豚汁。これも美味しそうだな。まずはソースをかけて、まずは豚汁から。美味しい。寒い日に豚汁は格別だ。釜屋はご飯を釜で炊いていて美味しいとか。炊き方が絶妙だ。うまい。ご飯は千葉のコシヒカリなのかな。気になる。カツは大きくて美味しそうだ。思ってた通りで美味しい。カツってやっぱり美味しいな。こりゃご飯が進むな。今度はエビフライを食べよう。サクサクしてて美味しい。そしてエビが大きい。いや今日はここに来て正解だな。ご飯の大盛りが50円で安く、これで税込み1150円は安いな。また来よう。はい、今日はこのハンドルカバーを取り付けます。これはねデイトナ675でも使ってたんですけど、まあ結構でかいんですよ。これ中が結構ねでかくてね、いい感じ でこれ生地がねなんて言うんだろう、結構しっかりしてて防風できて、あとは雨もね全然通さないんでね、すごい良くて、ハンドル入れるとここねスイッチ類とかがねここでね見えるんですよ、中が。なのでつけるとねちょうどここの部分がね見えたりするんですけど、すごいねこれがねいいハンドルカバーなんですよ。こんな感じでここねちょうどゴムにここなってるんですけど、ゴムになってて、ここをねそのまま中に入れるだけです。こっち側からマジックテープを持っ
ってきて、マジックテープ、ちょうどここでこの上みたいな感じでマジックテープでここを止めると、これで完成ですね。で逆側も同じようにこういう感じで入れてって、でマジックテープをこっちの方から持ってきて、まあはめると。なので雨がね入ってくる隙間が一切ないんですよ。これで OK ですかね。あとは中実際ちょっと操作してみて、どっか当たるようであれば角度を変えるとか。でこれスクーターじゃなくてね、本当 SS とかでもね多分使えると思うんですよ。こっち側から見るとこんな感じですかね。まあ見栄えはね結構崩れるんですけど、あとここの部分が光るようになってるんで、ライトとか当てるとなんていうの、反射して光るようになって、安全性もねいい感じになってて、まあ、黒の車体だったら別にこのハンドルカバー黒なんで色とかがついてないんでそこまで見栄えがね悪くなるっていう感じではないと思うんですけど、いい感じじゃないですかね。まあこの CBR650R にはそんな悪くなく、なんか様になってるんじゃないですかね。で実際にここの透明な部分見るとこんな感じでね、中で操作がすごいできるっていうか分かるので、安心できるっていうのかな。で中結構広いから操作もしやすいし、どっかハンドルが引っかかる、ハンドルじゃないね、ブレーキが引っかかるとかっていうのもまあ走っててないですかね。であとここにポケットがねあるのでね、ポケットなんかチケットとか、あとはなんか入れたい場合はここに入れることができます。お金とか。こっち側もチャックがついてて、こっち側チャックですね。なので重要なものとかなんか入れたい場合は入れるって感じですね。でそのまま素手で手を入れるわけではないんで、何かしらグローブ多分入れて使うと思うんですけど、これをそのまま中に入れて、右手も入れて、こんな感じですね。もう完全にね中に入っちゃうっていうか、多分グロムとかハンターカブとか、そこら辺のバイクについてはやりやすいんじゃないですかね。ハンドル周りそんなに物がついてないんで、なんていうのかな、スカスカっていう感じなんで。で実際にこれでエンジンをつけてみるとこんな感じですね。でこっち側操作が見えるんで、まあ例えばウインカーしたい場合は、ウインカーちょっと分かりづらいんですけど、ハザードとか、あとハイビームとかそういうのも分かりやすいんで、あとこっちのキルスイッチと、まあ、ウインカーはちょっと分かりづらいんですけど、まあ操作がちょっとここら辺で分かりやすいんで、あとグリップヒーター私ついてるんですけど、グリップヒーターここ見えるんで、今何段階なのかっていうのが、まあここでも分かったりするって感じですね。一番最強なのは、まあ、このグリップヒーターとこのハンドルカバー、この組み合わせが最強で、もうこれやったらね多分怖いものなしじゃないですかね。そんな感じですぐ手入れてすぐねできる。で実際にこれで走ってみます。軽くまあ、普通にアクセルとかブレーキとかクラッチとかできるんで全然操作には問題ないですね。こんな感じで操作もなんかクラッチが当たるとかブレーキが当たるとかそういうのもないですね。これね、ほんといいんですよね。結構使えるんですよ。
私は真冬になると12月ぐらいからなると1月ぐらいからなるともうこれを使い始めますね。見栄え的に悪いんですけど、見栄えとか言ってる場合じゃないんで、結構ね本当手って本当冷たくなるんで、もうこれがあればね、なんていうの、どこ行っても使えるんで。今回紹介したハンドルカバーは、動画の説明欄に Amazon の URL を貼り付けておきます。